皆さんこんにちは。日本の音楽シーンで活躍する木村哲二さん、極秘結婚の真相や大物女優と言われる相手の正体について紹介します。今日は木村哲二さんのことについて紹介します。まずは木村哲二さんの経歴とプロフィールから紹介します。木村哲二は人気の男性歌手。彼は2022年に演歌歌手としてデビューしていて、当初は演歌をやる予定はなかったものの、事務所の社長から押される形でデビューすることになったのだとか。現在は若手の演歌歌手として注目を集めていて、今後の活躍には期待が集まっています。木村哲二は学生時代はスポーツに打ち込んでいたようで、運動神経は抜群なんだそうです。彼は小学校と中学はサッカー、高校と大学はバスケットボールをやっていて、かなりのスポーツマンだったようです。ちなみに身長は183センチと高く、スポーツをするには恵まれた体型をしているようです。木村哲二は現在 YouTuber としても活動していて、歌ってみた動画を中心にアップして話題を集めています。彼のチャンネルでは昭和の名曲を歌っている動画が多く、高年齢層へ向けたものばかりとなっています。今後は歌の幅も広がるのではないかと思われ、そうすることで幅広い年齢層のファンを獲得するのではないかと思われます。木村哲二の実家の家族構成は父親と母親、そして兄弟には兄と妹が一人ずついる5人家族です。彼は兄弟では2番目に生まれていて、子供の頃から音楽好きな男の子だったのだとか。木村哲二の実家はかなりのお金持ちであることが分かっていて、子供の頃から何不自由ない生活を送ってきたのだそうです。実際に兄弟は皆学生時代に私立の学校に通っていたようで、3人の子供を私立に通わせていること自体紛れもなく、お金持ちであることがうかがえます。木村哲二の自宅は非常に大きな豪邸となっていて、その門構えだけでお金持ちであることがうかがえます。場所は神奈川県横浜市青葉台にあり、143坪の敷地面積に 7LDK という造りになっているようです。木村哲二の父親は演歌界の大御所、鳥羽一郎。彼は1982年に兄弟戦でデビューを果たした歌手で、その後はヒット作連発して人気の演歌歌手となりました。木村哲二と鳥羽一郎の2人は普段からとても仲が良いようで、プライベートでも一緒の時間を過ごすことは多いのだとか。そのため現在も実家へ帰ることは多く、今でも両親のことが大好きな息子のようです。そのため今後も親子揃っての活動は多いと思われ、ファンにとっては嬉しい活動となっています。木村哲二は父親である鳥羽一郎と一緒に活動することが多く、テレビ番組の共演だけでなく、親子でコンサートを開催することもあるのだとか。海の男の心意気を歌い続ける鳥羽一郎さん、歌声が素晴らしいのはもちろんのこと、チャリティー活動も積極的に行うなど、懐の深さも魅力の一つです。時代を超えて歌い継がれる名曲、兄弟戦のヒットで知られる鳥羽一郎さん。父が漁師で母は海女という漁業一家で生まれ育ち、鳥羽一郎さんも5年間に渡り遠洋漁船で働いていたこともあるそうです。もともと歌手になりたいという思いがあった鳥羽一郎さん、漁船で働き板前になろうと調理師免許も取っていたそうですが、歌手を夢見て27歳で上京。上京後は船村徹さんの弟子となり、3年間の修行生活を送ることに。そして1982年に兄弟戦でデビューすると多くの音楽賞で新人賞を受賞。同曲はデビュー曲でありながら鳥羽一郎さんの代表曲となりました。歌手活動だけでなくチャリティー活動も積極的に行っている鳥羽一郎さん。公益のために500万円以上の私財を寄付した人が対象となる紺綬褒章を7度も受賞しています。まさに海のように広い心を持った鳥羽一郎さん。私生活では1987年に結婚し、2男1女が誕生しています。
嫁となった女性は一般人のようで、詳細な情報は明かされていません。鳥羽一郎さんが結婚相手に選ぶほどなので、きっと素敵な女性なんでしょうね。弟と妹を高校に進学させるために、漁船に乗って働いた鳥羽一郎さん。その弟が演歌歌手として活躍する山川豊さんです。意外にも幼少期の山川豊さんは歌に興味がなかったんだとか。ですが鳥羽一郎さんの影響を受けて歌に興味を持つようになり、テレビで五木ひろしさんを見て衝撃を受けたそうです。こうして山川豊さんは五木ひろしさんの大ファンに。中学を卒業後、手に職をつけるために進学したのは職業訓練学校。寮の天井には五木ひろしさんのポスターを貼っていたそうです。職業訓練学校卒業後は三重県の工場で自動車の整備士として働くも歌に夢中だった山川豊さん。そんな時に名古屋に住んでいた姉の紹介で名古屋のキャバレーで働くことに。担当はキッチンでしたが、仕事の合間に歌わせてもらっていたようです。心から歌を愛する山川豊さんはカラオケ大会の優勝がきっかけとなり、レコード発売が決定。そして1981年2月に発売されたデビュー曲の函館本線がロングヒットとなり、数々の音楽賞で新人賞を受賞。その後は紅白歌合戦に11回も出場するなど、押しも押されもせぬ人気歌手となりました。山川豊さんが演歌歌手になれたのはまさに鳥羽一郎さんのおかげ。きっと鳥羽一郎さんに感謝してもしきれないと感じていることでしょう。 NHK 紅白歌合戦に20回の出場歴を持つ鳥羽一郎さん、日本を代表する演歌歌手の一人と言っても過言ではありません。鳥羽一郎は芸名で本名は木村嘉平。出身地が三重県鳥羽市伊地家町ということで、地元にちなんだ芸名をつけたようです。父は漁師で母は海女という漁業一家で生まれ育った鳥羽一郎さん。共働きとはいえ決して裕福な家庭ではなかったそうです。そのため鳥羽一郎さんは家計を支えるために中学校を卒業後に遠洋漁船で働くようになりました。鳥羽一郎さんのおかげで弟と妹は高校まで進学することができたんだとか。その後、鳥羽一郎さんは板前になるために、調理師免許を取得するも歌手になりたいという気持ちを抑えることができず、27歳にして上京。師匠の下での3年に及ぶ修行を経て、1982年に京大戦でデビューを果たしました。デビュー後も下積みが長い印象がある演歌界。鳥羽一郎さんもヒットするとは思っていなかったようで、こんな裏話を明かしています。木村哲次の母親については情報がなく、一般女性ということだけ分かっています。過去にはツイッターで母親のことを綴っていたこともあり、家族のことをよく分かっている素敵な女性のようです。木村哲次の兄は歌手として活動している木村隆三。彼は2012年にメジャーデビューした歌手で、鳥羽一郎の長男ということもあって話題に。その後も歌手としての人気は高まる一方で、今後の活躍にも期待が集まっています。木村哲次さんの結婚に関する確かな情報は公開されていません。彼の私生活は非公開であり、結婚についての公式な発表はされていないため、現時点では結婚しているという確証はありません。しかし、彼の人気と才能を考えれば、ファンの間での結婚の噂は自然なことかもしれません。木村哲次さんが結婚する可能性については、公的な情報がないため、あくまで憶測の域を出ません。彼は音楽活動に専念しており、こう私どもに充実した生活を送っているようです。結婚は個人のプライベートな選択であるため、ファンとしては彼の幸せを願いつつ、公式発表を待つのが妥当でしょう。木村哲次さんの恋愛に関する具体的な情報は表に出ていません。彼の恋愛生活についての詳細は非公開であり、過去の熱愛報道も目立っていません。
音楽界での彼の活動が主であり、私生活に関しては非常に控えめです。したがって、現在のところ彼に関する恋愛の詳細は不明であり、ファンは彼の音楽活動に注目を集めています。木村哲二さんの結婚に関する情報は、現時点で公式には明らかにされていません。32歳の木村さんは、日本の演歌とポップス界で活躍する歌手であり、作詞家としても知られています。兄の木村隆三さんと結成した兄弟ポップスデュオ、隆鉄日記や、演歌歌手としてのソロ活動も積極的に行っています。彼の音楽に対する情熱はよく知られており、多忙なスケジュールの中で、彼の私生活に関する情報はあまり表に出てきません。結婚についての噂や憶測はあるものの、木村さん自身や関係者からの具体的な発表はなく、彼の結婚生活については現在のところ不明です。木村さんのプライベートに関する情報の非公開性は、彼の公私にわたるバランスを保つためのものかもしれません。ファンとしては、彼の個人的な幸せや選択を尊重しつつ、公式発表を待つのが妥当と言えるでしょう。木村さんの結婚に関するニュースは、音楽業界やファンにとっても大きな関心事ですが、現在は彼の音楽活動に注目を集めています。結婚についての情報が明らかになる日まで、彼の音楽キャリアのさらなる発展を期待し続けることができます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。